ったことワン、ツよろしくお願いいたします。はい、こんなねコロナであっちもこっちも緊急事態でお休みしているお店が多い中、マスター頑張りましょう。はい、私もこれステージ終わりましたらソフトドリンク、アルコールなしですよね今日ね。はい、ソフトドリンクいっぱい飲みたいと思います。夜中はカルピスがあります。誰の I love you。 はい、私たちビビマジョラ、日本の J-POP 何でしたっけ小池さん。シティポップ知ってますか皆さん。シティポップ、はい、いくつかやらせていただきたいと思います。では次の曲も懐かしい曲で、異邦人。Go, go.
ございます。そろそろね、またあの8月もそろそろ終わりですが、終わりじゃないか、まだまだですね。はい、はい、まだまだ暑さも続きますが、9月といえばセプテンバー、セプテンバーといえば竹内まりや、いきます。知りませんでしたよ、小池さん。内緒、内緒の小池さんですね。はい、皆さん盛り上がってますでしょうか。はい、ね、なかなかねコロナで人も集まりませんが、東京の、東京からね、私以外は東京の方から来て、今オリンピックなんで高速道路がプラス1000円になってるんで、
あの皆さん下から来たそうですね、はい、長時間埼玉から、はい、埼玉からね、はい、ね、夜ね、そうですね、盛り上がりましたね、はい、あのオリンピックね、私は一番好きだったの卓球なんで卓球、はい、あの盛り上がりました、はい、では盛り上がったところでちょっとしっとりめに行きますか。次はスカイレストラン。いっちゃいますか。はい、はい、スイートメモリーズいきましょうか。はい、ね、あの懐かしいテレビあのコマーシャルソングですね。スイートメモリーズ松田聖子さんのちょっとアレンジをしまして、
BB マジョーラ風のスイートメモリーズに行かせていただきます。
激しい曲に入りますので、じゃあちょっとここでメンバー紹介いきましょうか。こちらからいけますか。ベース青木さん、はい、これからベースの青木さん、青木さんは演奏はベースなんですけれども、PA のお仕事をしておりまして、PA のプロでございます、はい、なので今日はいろんな機材を持ち込んでいろんな、なんかアレンジをしますので、これから、これって何ですか、ボコーダーっていうんですか、何ですか、サンプラー中野です、はい、親父ギャグ満載なんでこのバンドね、はい、はい、青木さんです。よろしくお願いします。はい、次ドラム大野さん。はい、大野さんはですね、埼玉におりまして、野菜作りの名人でございます。この間じゃがいも、きゅうり、ゴーヤをいただきまして、大変美味しく育てておりますので。もし皆さん野菜の好きな方いらっしゃれば、大野さんまで言っていただければ次回のライブの時までにはこっそり持ってきてくれますよね、はい、はい、なんか一言ございますか。はい、本業はサラリーマンでございます。テレワークで、はい、テレワークで、はい、はい、で、はい、こちら、ギター小池さんです。小池さん、リーダー兼アレンジャー兼作詞家でございます。はい、代表曲どうぞ。作曲ですね。さっきから随分雑に紹介されてますけども、ね、昔ちょっと曲をなんか作ってるぐらいなもんですね、はい、実は青木くんはベースの結婚式の披露宴に長渕剛が乾杯を歌ったんです。すごい偉くないですけどね、まあ、はい、雑談です。同じ会社だったんです。あ、そうなんですか、はい、素晴らしい。他にどんな同僚がいたんですか。拓郎さんとか、拓郎さん、かぐや姫さんとか、かぐや姫さん、あとはボーイさんとか、暴れる人は泉谷さんはいない、はい、そんなとこです、はい、以上です、はい、ありがとうございます。はい、それで普通の OL 兼、新妻やっております。イエーイボーカル牧です。よろしくお願いします。はい、ですね、今日の、演奏とかもそうなんですけれども、ずっとライブを動画撮っておりますのが私の、マネージャー兼夫でございますが、YouTube にアップしておりますので、マキファーストで、アルファベットでマキファーストで、検索していただけますと、私の休日の過ごし方とかですね、カラオケで歌ってるやつとかですね、ライブの映像とかたくさん出てきますので、もしご興味ございましたら見てください。ではこれからの、どんどん激しい曲に行きますので、激しくないですね、最初、次のバンドの方が激しいですね。はい、可愛いもんですね、私たちはね。では、行きましょう。パフィーのアジアの純真。
しい、私たちにとっては激しい曲なので多少ちょっと息切れしますが、はい、頑張っていきましょう。皆さん盛り上がってますか？じゃあ次もこのままの勢いでいきますよ。タイムマシンにお願い。ワンドン。Thank you.
ですね、止まっていきますか。はい、ではもう時間となりましたのでここで終わらせていただきます。ありがとうございました。アンコール、いいですか、いいですか、すいません。では早速行かせていただきます。とっとと行きましょう。ロックンロールビデオ。